新岡地町駅は東京都台東区にある東京都交通局首都圏新都市鉄道の駅である。都営地下鉄の大江路線と首都圏新都市鉄道のつくばエクスプレスが乗り入れ、接続駅となっている。都営地下鉄の駅には E10、つくばエクスプレスの駅には TX02 の駅番号がそれぞれ制定されている。つくばエクスプレスの建設時は 大江戸線の工事が先行していたことから、鉄道、運輸機構が、大江戸線の建設主体である、東京都地下鉄建設に工事を委託した。大江戸線、つくばエクスプレス開業前の仮名称は、いずれも元浅草だった。都営地下鉄大江戸線、つくばエクスプレスともに、かすが通り直下に島式ホーム一面二線を有する地下駅である。両線のコンコースが、地下1階。 大江戸線ホームが地下2階、乗り換え改札が地下3階、つくばエクスプレスのホームが地下4階に位置する。地上面からつくばエクスプレスのホームまでの深さは30.8メートルであり、つくばエクスプレスの駅では秋葉原駅に次いで深い地下駅である。大江戸線構内にはコンコースと大江戸線ホーム、 大江戸線ホームと乗り換え改札外の間を連絡するエレベーターが、つくばエクスプレス構内にはコンコースから乗り換え、改札外、つくばエクスプレス線ホームを連絡するエレベーターが、それぞれ設置され、バリアフリーが確保されている。なお、つくばエクスプレスの駅の地下1.2階は、区体断面を大江戸線に合わせたため、天井が低く、小型の吊り下げサインが設置されている。一方で、 地下3階は階高が大きくなっている。菅も駅、勤務む関区上野勝町駅、勤務区が管理する直営駅。倉前駅よりに留置線が2本あり、当駅始発、終着となる列車も運転されている。乗り場2019年5月から、将来の8両編成化に対応するためのホーム、延長工事が開始されている。 乗り場かつては a に出入口のビルが首都圏新都市鉄道の本社事務所だったが2017年に移転し、現在は陶器場の本店所在地となっている。開業以来の1日平均乗降人員の推移は以下の通り。開業以来の1日平均乗車人員推移は下記の通り。最寄りの停留所は新岡千町駅前である。都営バスと台東区循環バス。 めぐりんの東西メりリン及びグルーリめぐりんが停車する。一番乗り場が東上の一丁目二番、二番乗り場が小島二丁目二十一番となる。都営大江戸線開業までは元浅草一丁目を名乗っていた。一般路線バスコミュニティバス出店。ありがとうございます。